はい、こんにちは、さすらいの調査野郎です。本日名古屋旅路編ということで、ここ金山総合駅に来ております。今日はですね、名古屋名物といえば鉄板スパゲッティ、これを食べに行きたいと思います。では早速参りましょう。金山総合駅を背にしまして北口ですね、すぐ近くの横断歩道を渡ります。そして大津通り、大きい通りに出ようと思います。はい、こちら右手がですね、大津通りというものになります。大津通りになります。これを栄の方面へ向かって歩いていきます。はい、見えてまいりました。こちらが市民会館でございます。左手ですね、大津通り沿いにあります。この建物の中にあるお店に今日は伺います。本日お邪魔するお店はこちら、名古屋の老舗に三文字さんです。早速入りましょう。さすらいの調査野郎、チャンネル登録よろしくね。さすらいの調査野郎 T シャツ作りました。見かけたら声かけてね。広々とした店内なので、この食事する環境としても安全安心ですよね。本日お邪魔しておりますサンモリッツさんなんですが、1962年から営業してらっしゃって、今年で60年ですね。もう老舗の中の老舗といっても過言ではない名古屋の喫茶店でございます。ちょっともう料理出てくるのが楽しみでしょうがないですね。鉄板ナポリタンでございます。めちゃくちゃ熱々そうです。ではいただきます。めちゃくちゃ熱々です。この見えますかね、湯気。熱々、これ気をつけてダメなんじゃダメですね。麺がもちもちです。トマトケチャップがいい酸味で。うん。うまい。うん。このカリッとしたこの卵もいいですね。ソーセージ、それからマッシュルーム、玉ねぎなんかも入ってますね。すごくシンプルなスパゲティです。スパゲッティといえば粉チーズとタバスコ、これはもう必須ですね。いただきます。うまさ引き立つ粉チーズとタバスコ、これぐらいにしよう。粉チーズとタバスコがね、すごく合うんです。相性の良さを。もちもち麺、ちょこっとしたピーマンがいいアクセントです。卵とパスタの相性がいい。熱くてうまい。スイカで粉チーズ、当たり前ですけど
鉄板が熱々だから冷めないですね。バナナの香りがふわっと口の中で一気に広がりますね。うまい。うん。生地がサクッとしっかり食べ応えのあるシュー生地です。クリームとの相性もバッチリ。さすらいの調整のチャンネル登録よろしくね。老舗喫茶店の味、大満足でございました。これからも隠れた名店、美味しいお店などをどんどん調査していきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあ帰りましょう。